エドワード6世は、チューダー朝のイングランド王から1553年7月6日。父は、ヘンリー・パッセイ。母は、王の3番目の妃であるジェイン・シーモア。ヘンリー・パッセイの着出男子で唯一存命していた、エドワードは、父の崩御に伴い9歳で即位した。ヘンリー・パッセイは幼い息子を一握りの献身が、操ることを警戒し、古文団に、 集団で補佐させるよう遺言していたが、エドワードの母方のおじであるエドワード・シーモアが握りつぶした。エドワード・シーモアは、エドワード6世の即位直前にサマセット行為を創設し、自らご国境となってイングランドの事実上の支配者となった。ヘンリー・パッセイは、生前、エドワードをスコットランド女王メアリー・スチュアートと結婚させ、スコットランドを イングランド管理下に置く構想を持っていた。エドワード・シーモアはこれを引き継ぎ、スコットランドに攻め込んでメアリーを連れ去ろうとした。しかし1548年、メアリーの母で、スコットランドの折衝を大大号であった、メアリー・オブ・ギーズが、自らの母国フランスの王大,大使フランソワとメアリーを結婚させたため、この計画は実現しなかった。1552年、エドワード・シーモアが、 反逆罪で処刑されると、ノーサンバランドコ、ジョン・ダドリーが実権を握り、若き王に政治教育を行った。しかし、エドワードの病状から法御が近いと悟った、ジョン・ダドリーは、エドワードの法御後について画策する。ヘンリー・パスセーが1543年に制定した法律では、継承順位は、エドワード、メアリー、エリザベスであったが、 1553年5月21日、自分の六男ギルフォードを、エドワードの重視フランセス・ブランドンの娘ジェーン・グレイと結婚させ、本来は継承順位が低いジェーンを後継として指名する、遺言を放御の床にあるエドワードに迫った。結局エドワードはそれを了承し、7月6日に15歳で放御した。その4日後、ジョン・ダドリーは、ジェーン・グレイが女王になると宣言し、 ジェーンは、退官式に備えるためロンドン島に入った。ダドリー一派の目論みを危険視した政府は、急遽王女メアリーをロンドンへ呼び戻し、7月19日、民衆の熱烈な支持を受けながらメアリーは法に基づく、政党の女王として、ロンドンに帰還した。ジョンとギルフォードのダドリー親子、ジェーン・グレイは反逆罪で、斬首刑となった。エドワード世のでは、2度にわたる、 礼拝統一法の制定や、共通祈祷書の発布により、イングランド国教会の脱カトリックが進んだ。アルフレッド・アインシュタイン・エドワード・シックス、キング・オブ・イングランド・アンド・アイルランド・エンサイクロペディア、ブリタニカ・ヘンリー・パッセイの妹、メアリー・チューダーの外孫であり、チューダー家の男系の血筋でない上に、母、フランセスが存命であった。ありがとうございます。